はい、皆さんお疲れ様です。ってことで、まだちょっと喉痛いんだけどもね、やりましょう。やりましょうね。うん。昨日の動画の試合は、夢かなって思うような試合だったね。あれ、夢見たみたいな。ね、ものの、マジで1分ぐらいでマジ4点取った。2回裏に。やっぱ、2イニング目なんだよね、結局。ちょっと、自分が緊張、ほんの少し緊張するぐらいが打てる。集中できると。うん。1イニング目は集中できないと。気抜きすぎて。俺の性格だろうね。俺レポート出すのとかもギリギリだったしさ。いやー、坂倉さん強え。てか、よく打つなー。てか、まっすぐから入んなよ、普通に。なんで俺こんなさ、なんでやってんの、クロスピー。これは大丈夫でしょう。よし。あの球さ、本当は決め球がいいんだよね。いやー、でかい。やばい、甘すぎ、ちょっとこれは。いや、いいとこ。いいとこでした。え、タイピン出た？あ、出てない。危ね。打っちゃえ。打っちゃえ、これ。え？危なー。ボール球じゃないんだ、今の。いや、ナイスボー。え、詰まった。オッケー。え、走んの？うわー。坂倉さん。まだ行っていいと思うんだよね。ほら。よーし。ツーシームしか投げてない、ほとんど。ツーシーム配球。オッケー。ナイス。うわ、菊池さんや。うわー、いいな、相手の守備。ミート打ちでいいと思うんだよね。最近なんかミート打ちの方が打てるような気がする。やっぱ俺が使ってる選手とか特にさ、弾道低いからさ、みんな外角投げたくなんだよね。普通にインコースも打っちゃうけど、お前うざすぎ。もう福永さん例外、強靭です。いやー、素晴らしい。大島さんマジ最近めっちゃ盗塁決めんだけど。引っ張り警戒か。まあいいや、流してやろう。流す。無理だな、そういうのは。集中力が足りてない、1イニング目だから。1イニング目だから集中力が足りてない。キャー。いやー、え、返せ。いや、これ一人返す、一人返すべ。帰ってこんのそれ、マジか。ミートでっか、見てこれ。落ちた。よっしゃー、1点目。ナイス、素晴らしい。この千賀さん相手によくやってる。関係ねえけどね。あー、ボール球だった。それ入ってたらホームランだったね、うん、ホームランではなかったな。喉痛子だな。喉痛。あー、ミート打ちっぽいね、今の。めちゃくちゃミート打ちっぽいな、今の。ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっとタイピン。いやー、マジか。変えます。福さんいいね。福さん行こう。福さんいいね。めちゃくちゃいいね。ここ打てないんちゃう。よし。
よいしょ。よいしょ。よし。よいしょ。ああ、いい。よいしょ。ゲッツ。福永さん、ナイス。素晴らしい。これ、勝っちゃおう。勝っちゃおう。このまま勝っちゃおう。一点も取られずにね。いや、やっぱ福さん、強え。ガチ強えやん。強っ。ちょっと目線的にね、強すぎ。ちょっと待って、まっすぐやな。いや打てへんってこれ。え、それ見る、これボール球にすんの、このストレート。うまいな。まだボール球でいくよ。うまい。じゃあさっきの伏線回収して、これ三振です。わあ、うまい。うまいな、集中力高。じゃあさっきの伏線、こっからさっきツーシームスライダー投げました。どう、うまいな、勝負強。勝負強。マジか、強いな、それ。それはうまい。勝負強。逆転されそう。いい。いやー、いいボールだけどね。どうこれ、三振。あー惜しい。取って、おーし。いやー強いね、福さん。やっぱ福さん強い。ここでタイガース守備を変えました。うん、昨日と同じようにさよならしちゃおう。だいたいいらねえのか。この人インコース攻めだな。ミート落ちしてたけど最初は。いやー、よく見たな。昨日うかいさんのさよならホームランだったよね。詰まりすぎやて、詰まりすぎやて。まずは先頭バッターを打ち取っています。明日を照らす光でねね切り開くの。ああ、ちょっとまずいね、流れ悪い。うわー、もつれたくねー。うわー、もつれた。もつれた。もつれた。やっちゃったな、これは。変えまーす。スタミナないからね。もうここはもうガチでいくよ。ガチでいくよ、ここはもう。ライデル、ライデルでね。最初スプリット投げとくか。ね、空振りして。してくんないよね。これちょっと甘いかも。うわー、やらしいことしてくるじゃん。これはね、打てないんですよ。よーし。あ、選択終わった。うれ、つえ、つえすぎる。ここでさっき投げたスプリットも効いてくる。あー、うまっ。うわー、アウトや。アウトや。でか、それ。インコース詰ま
ッケー、2点取るべ、2点取るべ。1番からさて、先ほどの打席はライトへヒットを放って、いや大島さんで行こうか。ドラゴンズビハインドで迎え最終回です。マジめっちゃ強いピッチャー来そう。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは代打します。うわタイピン出なかったのか。いやでもな、俺無理なんだよな、右バッターじゃないと。右がいい高梨さんは。オッケー、代打の亀さんナイス。うん、タイピン出てもいいから右がいいと思った。天秤にかけてね。オッケー、一緒だから別に、あってもなくても。いやでもその下のこれ攻めてくんのやだな。引っ張り系か。そしてバッターボックスには福永が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。大丈夫、福永さんならこういう場面で何本持ってきた。なるほど、そうですね。ちょっと OK、ナイス。引っ張り警戒だね、この人徹底して。よーし、ほらほら、福永さんなんだよね、福永さんなんだよね、結局ね。ナイス、タイピンは消えないと。さあまだワンアウトだからね。オッケーオッケー、ちっちゃい方あろう、貼っとこう、ちっちゃい方は一応。いやー引っ張り警戒。さあここに来て引っ張り警戒の穴出ました。さあさよならのチャンスだね。強っ。ただ俺は高谷行く、ここは行く。落ちた、やったぜやったぜ、ナイス高谷。いやちょっと負けるかもって思いました。これは中日投手陣に軍配が上がられました。上がらせていただきました。いやでかい、嬉しい。相手強かったな、ナイスだな、ナイスゲーム、よかった。福さんライデルよかったね、最高だったね。福さんライデルよかった。うわかなり強い相手だったね。いやーでかいでかい。よし、皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録よろしかったらお願いします。お疲れ様でした。